こんにちは。はい。さぎたかさん。はい。我々の知らない間に新外国人助っ人今年もたくさん入ってきますよ。うるさいよ。いや、まあまあまあ、テンション上げて行きましょうよ。はいはい、新助っ人外国人。ね。はい。楽しみやね。各球団どんな選手を取ったのか。はい。なんかさ、はい、外国人入ってきてさ、活躍しないと批判の対象になるもんな。なります。だから嫌だよな、そういうのもね。取る方もそうですね。いや、取る方もそうだけどもさ、来て外国人も嫌じゃない。まあ、そうです、ね。だけどさ、環境変えてさ、野球やるっていうのも大変なことだからね。やっぱりね。あ、まあそうですね。じゃあ日本から行った、ね、日本人選手が全員活躍してるかって言ったら、うん、そうでもないじゃない。まあそういうね、ケースもありますしね。で、まず。プロだから厳しいからね。まあ確かにそうで、お給料ももらってますし。だからどうなんだって。はい、そうです、そうです。で、はい、去年散々だった巨人。はい。え、散々だった？だって、みんな帰っちゃったんで、はい、まあ取りました。はい。まず、グレゴリー・ポランコ外野手。はい。実はこれ、原監督が5番にしたいともう公言してます。うんうん、この選手、単年契約で推定年俸2億5000万円です。で、2015年にスタメンにパイレーツでデビューして定着すると、153試合で打率2割5分6厘、22本塁打、27盗塁と活躍と。で、メジャー8年間で打率は2割4分1厘ということで、あの原監督はこの選手を5番にしたい。と、まあ、やっぱり5番というのはその岡本に勝負をしてほしいというね。はい。でまあ、やっぱり巨人が強い時っていうのは5番打者が、まあ、しっかりしてるというか固定になってるというね、はい、で ON の時代からそうだよね、うん、あの5番打者っていうのはすごく大事だっていうふうに言われて、はい、で巨人の場合は4番は育つけど、はい、5番がなかなか育たないというね、うん、だからそういう意味では、まあ、この外国人にかかる期待っていうのは、はい、まあ、足も速そうだしね、動けそうだし、そうですよね、今30歳と、うんうん、だからそういう意味ではすごく期待はするよね。そうですよね、うん、で期待するといえば外野手も取りました。巨人、はい、アダム・ウォーカー外野手、あのアメリカの独立リーグから取ったんですけれども、うん、その独立リーグで、昨シーズン打率3割2分、33本塁打、101打点でホームランを獲得して2年連続でリーグの MVP ということで、大型外野手でレフト、ライトを守れると。なんでセンター守れないのかね。外野手のどこをどこでも守れるって言っときゃいいのにな。センターはダメだ。センターダメだ。なぜダメなのかわからないですけど、レフトとライト。まあでもこの外野手も、はい、あの動けそうだよね。そうですね。動けそうだし、ね、ただ独立リーグのどの程度のレベルかっていうのはちょっとわからないからね。まあ、そうですね。なんとも言えないけど、ね。メジャーマイナーとかね、そう経験したわけではないので。だからちょっと、まあ、見てみなきゃわからないなっていうようなところかな。そうですね。あと投手も取りました。ピッチャーも、マット・アンドリース投手、エンゼルス時代に大谷投手と同僚だったということで、メジャーリーグでは通算28勝。で昨シーズンはレッドソックスとマリナーズで、プレーしたということなんですけれども、まあ、ピッチャー取りましたね。まあ、取ったのはいいけど、まあ、取ったのはいいんですけどね。どうなんかな、うん、まあ、俺大谷の同僚だったとエンジェルスで、はい、いいピッチャーってあんまり見たことないからね。エンジェルスがエンジェルスだっけ。そうですよね。そう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 、だから、うんうん、まあ、大丈夫かなとは思うけども、はい、まあね、まあ、来てみなきゃ分からない、まあ、外国人でみんなそうなんですよね。来てみないと、日本の野球に合うか合わないかとかね、はい、うん、やっぱあるだろうし、うん、こっちが盛んに向こうのボールがどうのこうのって言うけど、はい、やっぱそれは感じてると思うよ。やっぱ日本のボールの方が若干小さく感じるからね。あ、そこにフィットできるかどうか、ピッチャー、ピッチャーがね。でもこのピッチャーはあれなんですかね、特にあの先発型とか中継ぎ型とは書いてないんですけれども、うん、原監督としては中で使いたいっていう だと思うよ。ですかね、うん、中じゃないかというふうには思うけどね、はい。さあ続いて阪神はですね、はい、カイル・ケラー投手、右投手です、はい、推定年俸1億2100万円で単年契約と見られています、はい、で最速で157キロの右腕でスアレスに代わる守護神候補と。昨シーズンは中継ぎで32試合に登板、ピンチで三振が奪えるのも強みということで、身長193センチから最速157キロの直球と鋭く速く大きく曲がるパワーカーブを投げるそうです。みんないいように書くよね。書きます。もう俺もね、そうやって外国人が、はい、入りますよって、うん、ネットで調べると大体出てくるじゃない、はい、ね、ある程度
そのマイナーだとか、うん、メジャーにちょっと上がってる選手だったら、はい、映像があるじゃない。あります。見るんだよ、うん、やっぱいいとこしか切り取ってないんだよ。じゃあそうですよね。すごいなと思うけど、まあ、スアレスのことを考えるとスアレスは160キロ投げてたからね。まあそうですね、うん、まあまあでも、まあ、そうやって手を打たないと、うん、抑えがいなくなったわけだからね。そうですよね。まあ、アルカンタラでもいいのかなっていうふうに思うけど、だからいい方を、ね、まあまあ確かにな、まあ確かにそう。でこのピッチャー、あの中継ぎもやってたので、うん、もしアルカンタラが守護神になればこっちのピッチャーを中でっていうことに、まあ、アルカンタラって先発もできるからね。何でも言えば、はい、うん、だからこのピッチャーがハマると、はい、やっぱ阪神は、うん、やっぱあのピッチャーの層は心配しなくてよくなるよね。ですよね。やっぱスアレスが抜けた穴っていうのは大きいからね。確かそうなんですよね。いやもうスアレスを渡したらもうほとんど失敗1回ぐらいしてるよ。してない。失敗したのがね、うん、はい、だからほとんど成功だから、はい、それは大きいよこのピッチャーが。だからその分期待がかかってくるかかるっていうところですよね。あともう一つ投手取りました、アーロン・ウィルカーソン投手、右投げです。で2019年まで3シーズンでメジャー経験した右腕、メジャーでは1勝のみだが、マイナーでは通算55勝を記録している。直球は145キロ前後と派手さはないが安定した制球力が持ち味。どうでしょう、どう使えますかね145キロで制球が悪かったら終わるわ、もう帰れって言いたくなるんで、ね、そうですね、使ってもらえないですけど、まあ、確かに制球はいいんだろうね、安定した制球力でしょうね。ただメジャーで一勝、うん、どうなんだろうね、まあ、だからどんな変化球を持ってるかどうかだよね、まあ、常にボールを多分動かしてくると思うよ、はい、逆にこう真っ直ぐでバーンと来るよりも、うん、いやらしいピッチャーかもわからないよね。あ、全部のボールがこう変化してるというかさ、はい、動いてるというかね、うん、その動き方だよね。あ、動き方がどうなんだ、方がどうなのかということだよね。あ、じゃあ、うん、そこら辺が、まあね、日本の野球とぴったり合うかどうか、あ、そうそう、ね、うん、嫌なピッチャーになるでしょうし、いや、そうだね、そうですね、うん、そして日本ハム、はい、あの新庄ビッグボス、はい、ビッグボスに代わりまして結構取っています。で新庄監督のコメントも出ています、はい、まずアリス・メンディ・アルカンタラ内野手です。これメジャー通算100メジャーメジャーね、ごまかそうとしたメジャー通算167試合に出場して11本塁打の39打点で、新庄監督はコメントとして第一印象がスワローズにいたホージーに似てると、ね、はいはい、でアメリカでは三振が多いけど全然そんな風に見えないんだよねと。ホームランも打つけど二塁打とかちゃんと稼いでいくタイプ、少し前までは盗塁も結構していた、日本ではガンガン走ってほしいな、あとスイッチというのが面白い、何より大きいのはショートもセカンドも守れるということ、守りをおろそかにしないバッターは今のファイターズに欲しい選手ですということで、いいコメント出てますよ。まあ、抜群だよねコメントはね。コメントは素晴らしいですけど。いや、だってそんな選手をさ、うん、アメリカが出すわけがないよね。そうですね。何かあるんだよね。何かあるんでしょうね。で新庄は、はい、マイナス思考じゃないから全部プラスに取っていくタイプだからね。はい。うん、そうなんです。コメントは全部プラスです。はい、ジョン・ガント投手。はい、メジャー通算24勝、昨シーズンカージナルスで25試合に登板していると、はい、新庄監督のコメント、これ本当にうちに来てくれるの？すごいピッチャーだね。印象に残ったのはやっぱりシンカーかな、あ、いやチェンジアップもすごいというか面白い動きするね、球種2つが一級品ならもうそれで十分でしょ。で映像では髪長いね、切らないでこのままいけばいいのに、個性は大事にしてほしいよね、ガンと先発ローテに入ってかなりの力発揮してくれるんじゃないかなということで先発候補です、このジョン・ガント投手。まあね、うん、分からないよねまあ確かに、うん、一流のボールが2つあれば、はい、うん、まあ、勝負にはなってくるよね、まあ、シンカー、チェンジアップ、シンカー、チェンジアップがね、はい、まあ、シンカーとチェンジアップって、ね、似てる球種だから、はい、ちょっとどうなのかわからないけどもね、うんうんうん、だけどその2種類一流のボールがあるっていうことを、まあ、新庄監督のね、はい、ビッグボスの言葉を借りると2種類あると、うん、まあおそらく安定したピッチングはすると思う。おで先発ローテにも十分入ってこれるということですよね、まあ、もちろんね、うん、でまたコディ・ポンセ
投手という投手も取りました、うん、これ1年契約で推定年俸1億円プラス出来高なんですけれども、うん、あの2019年に開催された国際大会のプレミア12にアメリカ代表として出場と、うんうん、新庄監督のコメントが入っております、うん、いけるね、これは面白い、ストレートの伸びだけ見れば、まあ、日本人でも慣れてきたら捉えちゃうだろうけど、うん、このカットボールをうまく意識して投げたらめちゃくちゃ武器になる、スライダーも低めできっちりいけそうだな、ツーシームとかチェンジアップ、カーブもあって球種も豊富なんだね、クローザーっていうイメージはそんなに湧かないけど先発リリーフのどちらも十分いける、強気にインコースをガンガン攻めていく気持ちを持ってもらえれば楽しみでしかもうないとコーディポンセ、まあ、ビッグボスは守るという概念がないよね、やっぱ攻めることしかないから、もう攻めのコメントしかない、いやだから俺は、はい、まあ、今のコメントを聞いたら、はい、キャッチャー大変だなと思うよ、受ける方はそうですよね、だからやっぱなんであそこでもうちょっとインサイド行かないのとか、あ、まあ、そういうことになってくるのかなっていうふうに思うよね、そうです、コメント見て、コメント聞いてるとね、そうですね、強気にこそガンガン攻めていく気持ちを持っていること、うん、あとね内野手取りました、レナート・ヌニエス内野手、1年契約で推定年俸1億8000万円プラス出来高ということで、結構払ってんね、結構払ってるんです日本は、ね、はい、うん、やっぱりあの3選手放出したいなくなったからね、はい、その分取ってると思うんですけども、メジャー通算56本塁打の大砲ということで、うん、新庄監督のこちらコメントも入っております、ヌニエス彼は打つよ、持っているよ、以上何を持ってるんだ分かんない、何か持ってんでしょうね、まあまあね、まあまあでもパワーがありそうだよね、ありそうですね、メジャー通算56本での大砲、うん、いやだからやっぱり日本ハムで一番足りないのはパワーだから、はい、今、うん、だからそこら辺で、はい、その打ってくれると頼もしくなるよね、そうですよね、うん、でもコメントが少ないのがちょっと気になるけどね、そうヌニエス面倒くさくなったのかね、でしょうね、彼はうちは思ってる、でも結構年俸払ってるから結構期待度はあるよね、だし使わないとっていうことかもしれませんしね、あとね他にもいろんなあの球団結構取ってるんですよ、うん、まあそうだね、聞きたい、ちょっとね、いやいや聞きたくないちょっと待って、初めて来ました、聞きたくないそうじゃなくてやっぱねネットでしっかり見とくわあ、わかりました、どじゃあ、うん、この資料いやこれはあの巨人阪神が取った選手っていうのは、はい、ある程度こう新聞市場でも見てるけども、うん、はい、他のチームね、うん、ちょっとこれがナンバーワンだとか、はい、ちょっと見とくよ、見といてください、ロッテ、オリックス、ソフトバンク、うん、ヤクルト、DeNA、はい、いっぱいいますので、じゃあこの資料を、ね、お渡しするので、ぜひね見とく、顔がドヨーンとしてる、いや見とく見とく、いやーこれは難しい外国人はね、そうなんです、だって散々ネットで去年見てても怪我したり帰っちゃうときは帰っちゃうんですもんね、いやアルカンタラと、うん、ロハスジュニア、アルカンタラ、うん、はいはい、あの阪神の両外国人、はい、韓国リーグいたんだよ、はい、あの映像見たら半端ないから、そうです、ほらすごいのが来るぞと思うから、はい、でもやっぱりこう入る時期が悪かったりだとか、うん、いろいろすると自分の力を発揮できないとか、はい、いろいろあったでしょ、はい、だから今年はどうなのかね、入ってこれるのかね、なんかね、あのコロナのもう陽性になってしまって足止めしている選手もいたり、あとキャンプに間に合わないという外国人の選手もいるみたいなので、そうだよ、ね、ちょっとね心配ですけれどもね、新外国人っていうのは、はい、やっぱこう入りが遅くなるんでしょ、多分ビザの関係もあると思います、だから開幕間近になっちゃうんでしょ、なる可能性もありますし、あと DeNA は去年ねオースティン選手だったりとか、いやあのね、所属してる、もともと所属してるのは入ってこれるの、してなかった選手がやっぱ厳しいってことを、そうそう厳しい、だから新しい人たちだよ、そうです、これはなんとかしてほしいよね、そうですね、今状況がね、ちょっとじゃないと順位も分からなくなっちゃうんだよ、確かに平等じゃなくなっちゃいますよ、平等じゃないし、もうヤクルトなんか遅れてきたからよかったんじゃないかっていう、逆に他球団の方が遅れてきたからヤクルトはってことですか、いやヤクルトの外国人が遅れたから良かったんじゃないかとか、ああもう運ですね、何かもうわけわかんないんだよ、もうそうですよね、ただたくさんいるので当たったことはないんだけどね順位表はそうですね、別にこれあのね入国が遅れる遅れない関係なしに毎年の話ですよね、うん確かに、はい